います。今日はハンモックをしてみようと思って森をさまよっています。ずっと新緑の季節にハンモックやったら気持ちいいやろうなと思って憧れてたんですけど、ついに買いました。で、買ったらすぐに梅雨入りしちゃって雨続きでなかなかやる機会がなかったんですけど、やっと今日天気持ちそうなんで、いい場所見つけられるかわからないし、見つけれても晴れるかわからないんですけど、ちょっととりあえず良さそうな木が2本あるところを探しています。この2本とか良さそうやけど、落ちて失敗したらやばいもんな。やっぱりなかなか良さそうなあの見つけるのは難しいです。ここでやってみようと思います。どうしよう、これとこれかな、それか、でもあれかも、やっぱりあれしかない。え、どれやったっけえ、どれやったっけ、あ、この木とこの木の間に貼ってみようと思います。やっとハンモックできそうな場所ありました。しかも誰もいないんで、いない間にやってみたいと思います。ダイソーで500円でハンモック売ってるんですけど、それを買って最初はやってみようと思ってたんですけど、なんか家の近所のダイソーには売ってなくって、で何軒も見て回るのが億劫だったんで、ちょっとアマゾンでポチってしまいました。で500円より高いんですけど、1500円ぐらいやったかな、で買えたと思います。で中に入ってるのは平べったいロープと、袋がもうハンモックと一体になってて、ギュギュって押し込んだら収納できるタイプでした。でいろんな色あったんですけど、オレンジとグリーンのツートンにしてみました。両端には人の重量に耐えれるぐらいのしっかりしたカラビナがついてます。一応買ったものだけでハンモック設営できるようになっているんだと思います。で問題なのがロープワーク全然わからないんですけど、あんまり下調べもしてなくって、どうやったらできるのかが全然分かってないです。 YouTube であのハンモックの貼り方見てたら、木と木の間隔は7歩歩いて7歩ぐらいがいいっていう人が多くって、ちょっととりあえずこれ何歩ぐらいあるのか歩いてみたいと思います。ちょっと小股ではあるけど7歩で歩けたんで、感覚的にはいいんじゃないかと思います。昨日動画を見てて分かったんですけど、私のロープは両端に輪っかがあるんじゃなくって、片方にしか輪っかがなくって、安いやつだからだと思うんですけど、3000円ぐらい出してれば両端に輪っかがあって、片方にしかないので、どうやってやったらいいのか、1000円、2000円ケチったせいでちょっと苦労しそうです。目線の高さにするらしいです。とりあえず輪っかがある方を気に通してみます。
これでいいかな。でもなんかずれてなりそうやから、このポッコリにした方が万が一の時も落ちないような気がするから、一旦ここにします。反対も同じようにやってみます。カラビナに通して一旦普通に結ぶ。やばいかな。ちゃんと勉強してくればよかった。普通にもう一回結んだらいいかな。これでいけるような気がするけど、やってみて。普通に団子結び2つやってみて、でもこれって取れへんくなるとかあるんかな。あ、いい方、いいのできた。これやったら取りやすいし、あっちもこの結び方がいいんかも。できた。早速乗ってみたいと思います。大丈夫かな。成功しました。すごい、入れた。全然一人余裕です。もう一人、あ、そっか、そういえば二人用って書いてたかも。もう一人一緒に乗ります。やった。すごい、ゆらゆらしても全然大丈夫。絶対上手に離れへんと思ってたから、めっちゃ嬉しいです。やった。なんか嬉しすぎてニヤニヤしちゃう。乗るの難しいかなと思ったんですけど、全然簡単に乗れました。こんな、すごい。で、ロープズーンって落ちるんじゃないかなと思ったんですけど、それも全然大丈夫そうです。ハンモックいいかも。めちゃくちゃ簡単でした。このロープの結び方ももっと難しいかなと思ったんですけど、なんかあっさりできました。びっくりです。すごい。こうやって座ってもいいし、寝転んでもいいし、最高かも。泊まるのはちょっと寒そうですけど、虫も来るからあれですけど、ゆる山でハンモックゆらゆらしながらコーヒーとお菓子とか食べる参考がこれから増えるかもです。ちょっとその木を見つけるのが難しいかもしれないですけど、木さえ見つかれば楽ちんで、重さも昨日家で測ったら 475g だったんで、日帰りで緩いハイキングだったら全然持ち歩ける重さで
傘もこれぐらいなんで、ちょっと私これから日帰りハイキングにハンモック入れていくかもです。気に入りました。あのハンモックで一夜を明かしてみたいっていうほどの願望は今のところなくって、とりあえずこの新緑の森に囲まれた中でハンモックでゆらゆらしながらそよ風に吹かれて小鳥のさえずり聞きながらこううとうとうってするのが夢だったので、すごい嬉しいです。叶ってしまいました。あ、ほらこれです。このそよ風に吹かれてこうやってで、うとうとうってするのが夢だったんです。本気で寝てしまってました。帰る準備しなくっちゃ。撤収も簡単にできました。最高でした。設営も撤収も簡単だったし、これは癖になるかもです。やってみて思ったのはすっごい気持ちいいんですけど、背中がスースーするっていうのが分かりました。なのでやっぱりあれで朝まで寝るとかそんなのは難しいと思います。かや付きのやつとかもあるんですけど、やっぱり開放的にゆらゆらしたいなと思ってかやがないのを買いました。新緑の季節は私が一番好きな季節なんですけど、もう緑が輝いてて青空の中で光でキラキラ輝いてるのが
たまらなく大好きなんですけど、もう今日はまさにそんな感じになってます。こんな中でハンモックデビューできて最高でした。またすぐどこかでやりたいと思います。もうこの季節はハンモックに限るかもしれないです。下山も新緑を楽しみながら歩きたいと思います。それでは今日の動画はこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。